元気でですす。かこんにちは、フリーディアです今日は前にリクエストで頂い,いてたスキンケアルーティーンのビデオを作りたいと思います。本当はなんかちゃんとした、えっと、本当にそのやってる動画を作りたかったんだけど意外となんか撮る時間がなかったり眠かったりするのであの一個一個説明しますのでそれでよろしければこのまま見ててください。 じゃあ始めましょうまずはメイクをオフしなくちゃいけないので私はこの帽シャのメイクアップ、えー、とクレンジングオイルまたはこのニュードンのクレンジングジェリーを使うことが多いですでまあオイル系なんだけど別にウォータープルーフのメイクはつけていないんだけどなんかこのオイル感覚が好きでよく使っていますで帽シャは多分日本で売ってると思うんだけどニュードンはどうかな I don't know. 最近本当にお気に入りなのが、まあこれ使い切ったから <laughs>、あの、最近のお気に入りがこのヌードシリーズなんだけど、このジェリーは本当になんかオイルなんだけど、ジェリーっぽく出てきて、で、これを もう本当に顔全体にもうマッサージしながらメイクを落としていくんだけど全部落とした後にちょっと水を手につけてで、それをもう一回マッサージしますそうするとなんかクレンジングミルク風になんか白っぽくなるのでそれをちょっと全部やりますで私ほとんどメイクが多いまあメインなのでこの目の周りを優しくこう 回す感じで、あの、取っていくんだけど、取った後に、まあ時間なかったらそのまま次洗顔行くんだけど、ちょっと時間ある時は、このバイオドラマ、もう私の大好きで、もう何年十、十何年も使っている、あの、クレンジングウォーターなんだけど、これをコットンにつけて、で、もう一回目のとことかちょっと置いて、 こう優しくマスカラとかそのアイラインとかを取るようにあのしてるんだけど私はあのちゃんと毎晩メイクを落とすようにしてるのでまあ時間によってその使い方時間ある時はあと目がメイクが濃い時こういうオイル系を使いますほとんどメイクしてない時とか時間がない時はこのバイオドラマを コットにつけてそのまま拭いて洗顔に行きますでも今日は時間ある風に説明しますバイオデーマ終わったら次は洗顔ですねでまたこのニュードブランドのデトックスのものが好きででこれはなんでデトックスかというとフィジーなんかちょっと炭酸っぽい感じであの肌にまあヒリヒリはしないんだけどなんかちょっと ジュワーっとする感じがあってでそれで洗顔して流すとすごく肌がなんか柔らかいソフトな感じになるのがもう本当に使ってすぐ分かるのでそれが好きな理由なんかこの中にビタミン C とかオメガ369とかローズヒップシードが入ったりしててあの本当に最近お気に入りです。今まだ あの私トラベルサイズを買ってこういうパックのものが多いんだけど多分次はちゃんとした本物のサイズを使います。でこれはあの後ろに書いてあるのが「週に23回しか使わないでください,っていうに使って」っていうふうに言われてるんだけどでも最近毎日のように使ったりしてますしでもしこれ使わない日 ほとんどないんだけどもし使わない日があったらこの某社のあのチャコールの黒い入れ物の洗顔洗顔まあそんなに泡立た,たないんだけどはいそれで顔洗ってますこれで顔洗いますちゃんと全部そのオイルとかちゃんと取って洗いますねでは次は、えー、っとタオルでもうパンパンパンと 優しく叩いて乾燥させますすそうすると次は化粧水ですねで最近はこのウィッチヘイゾーっていうものを使っていてでこれは妊娠の最後の時は本当に肌荒れはすごくはなかったんだけどなんか急にニキビができたり急になんか乾燥したものが出てきたりしてたのでこのウィッチヘイゾーはそのなんかそういうちょっと出てきたものを何て言うの なんかちょっと肌にあの問題があるプ b ブ e ムがある時に使うとそれを優しくあのアルコールで刺激とかじゃなくて優しくきれいにしてくれたりするので,でこの中にアロベーラってなんかあの保湿のあるものもあるのでアルコールフリーなんですけど私アルコールのものを肌につけるのあんまし好きじゃないからちょあのいつもアルコールフリーのものを 探してて使っていますでこれはローズペタルまあバラの匂いする化粧水なんだけどとっても安くてこっちらとホールフーズで多分8ドルとか10ドルぐらいもしないあの化粧水なんだけどこれは肌にもあの全身顔だけじゃなくてあの変な話あの母乳をあげてる時に乳首が痛かった時に使ったりとか。 あとお尻とかあそこら辺とか <laughs> 優しくつけることもできるので本当になんかいろんなとこで使えるものだからこれを使っていますで私はこれを手でつけるのが好きだから手にちょっと取ってなんかなんとなく温めてから顔にこういうふうに叩くようにしてます。でそれが 入ったら次は乳液ですね。で、私はいつもあのリトル東京でこういうイソラボンのあの乳液を買って使っています。で、まあ、そうだね、ロスは本当に乾燥する天気が多いので、これをまた手に取って、で、同じくなんかもう本当にこう温めながらこう なんていうの優しく叩いてつけてでそれが終わったらなんとなく顔のマッサージをやったりするんだけどもう本当に押す程度の感じですねそうするとなんかちょっと流れる感じがするので <laughs> はいやりますその次は、えー、とこのまた乳度系なんだけど本当にごめんね乳洞 最近大好きで全部試したりしてるんだけどこのニュードの、まあ、レスキューオイルまあオイル何でもいいアラガンオイルでもいいしココナッツオイルでもいいしあの最近はこれがお気に入りで使う使ってるだけなんだけどこれを3滴ぐらい手に取ってまた温めてこれも本当にこれ、えっと、多分乳液化粧水よりも長めにこう押しながらつけて。 で、これ終わったらあのちょっと肌がすべすべになってるのでもう本当になんかこの辺を使ってマッサージすすることが多いです全部なんか後ろに上げてやったりとか後ろに上げてあとこの辺、この辺とかを押してもう軽く顔のマッサージすると本当に夜はリラックスできてこのまま寝れる感じがするので。 はい、をやりますその後は目の下のアイクリームなんだけど私はこのキールズのえっとあアボカドの入ってるアイクリーム本当にアボカドっぽい色をこのもう。 なん何年なんか結局他のアイクリーム使おうとするんだけどこのクリーミー感がすごく好きでよく使えますなんか全部化粧水乳液オイルの後はすぐにはなんか肌には入らないんだけどちょっと手に取ってあの下の方に叩きながらつけてで本当に最初肌が見入らないのねだからそれをずっと叩きながらやったり。 あのこの辺だと優しくマッサージしたり私はこの目のこの辺にもマッサージするのがやっぱりここら辺に線が入ることが多いのでこの辺で何かたきながら押し,押したりとかもうアイクリームもちょっと時間かかります本当にあに入れてほしいからそれかあのまあそんなに時間ないとか <laughs> 眠いとかの時は入れて。 でまだなんかあちゃんと肌に入ってないと思っててもそのまま置きますもうそれでいいですだってちゃんと朝起きる時にちゃんとなんかや柔らかくなってるからそのままでもいいんですけどでも私はもし時間ある時ずっとこういうふうに叩いてます締め一番最後はこの韓国のラニエージの えとウォーターータススリーピングマスクを使っていますでこれも週に23回しか使わないでくださいっていうふうに書いてあるんだけど私は意外ともうほぼ毎晩のように使っていますでこれはなんでいいかっていうとなんかウォーター系のジェルジェルクリームなんだけどこのジェルクリームの下につけたものがあの全部 ジェルでこうコーティングして全部肌に入るようにしてくれるみたいまあしてくれるっていうふに言ってるんだけど本当にしてくれてる感じがしてなんか匂いも優しい匂いだし書いてあったのがこの匂いをあの嗅ぐとあの眠くなったりあといい眠りに入るようになるらしいのではいこれは。 もうずっっと使てていて周りの <laughs> 友達も使うようにあのなってきてるので、はい、こっちだとターゲットで買えるからすごく楽ですよ、ね、こういう韓国系のアジア系のものって意外と探すのが難しいそこまで行くのもちょっと手間がかかったりしてるんだけどまあターゲットでそういうなんか近所のデパートスーパーみたいなところで買えるのがすごく楽で。 はい私はもうずっとこれを使っていますねでそれがほぼの、えー、と私のナイトスキンンルーティーン朝のルーティーンはどっちかっていうと今紹介したものの半分ぐらいしかやらないんだけどそれは、えー、と起きて洗顔使わずに温かい水であと顔を流しますやっぱりねなんか <laughs> 目の周りのカサカサとかなんかそういうものがあったりするので えっと、そのまま流します変に、えっと、洗顔使ったりすると肌が乾燥したりするので水だけで十分そのまま流しますその後に化粧水乳液夜と同じようにつけますオイルは使わないですでそのまま次は、えっと、SPF のものを使ってで次はファンデーションまたは CC クリーム EE クリームを 使ってメイクを始めますだから本当に朝はシンプルで多分一番キーアイテムは水ですね一日に8杯ぐらい10杯ぐらいもずっと水しか飲んでない私あんまりソーダ系そういう炭酸系のものも好きじゃないしなんかちょっと砂糖が多いジュースもあんまり飲んだりしないから多分水が一番 いいアドバイスだと思います。今回紹介したスキンルーティーンはまあ、冬ですね。冬秋冬春頭ぐらい。 で夏ぐらいになるともうちょっと軽い感じのスキンケアになるのでまたその時になったらそれを紹介します。ということで今回はこんな感じだったんですけど皆さんいかがでしたでしょうか結構まあ半分以上は日本でも買えると思うんですけどそれから似たようなもの自分の肌に合うようなものを探して使うのをおすすめしますので、えーっとはい、もしよかったら今回。 えとこのビデオで紹介したものは全部下の方にリスト入れとくのでチェックしたかったら下の方でクリックしてくださいそれでは次の金曜日までまたビデオあのリクエストとかアイディアがあったら是非下のコメントの方に書いといてくださいはいでは次のフライデーまで See you! じゃあね Hello. 元気ですか 今日は、えっと、毎月のお気に入りのビデオなんですけど、英語バージョンを作ったら日本語でも見てみたいって言われたので、えっと、日本語バージョンを作りたいと思います。